カフェステラと死神の蝶。今私が口をつけた箇所を確認してから味見をしましたね。いやらしい。私が特殊性癖持ちの変態みたいに言わないでもらえませんか。失礼ですよ。それよりも味です。どうですか、もう少し濃い方がいいとかありますか。よかった、お世辞ではなさそうですね。そう言ってもらえるのは嬉しいです。それじゃこのまま煮込みますね。さてと、あと一品、和風のサラダを作りましょう。いろいろと陰で努力もしてますからね。なので努力が実ったことは純粋に嬉しいです。